皆さんこんにちは、のぺんです。ジュラシックワールドエボリューションやっていきますよ。いしょ。さあ、前回からこの第4の島イスラペナトの開発進めています。そしてカマラサウルスを勘違いで育てて、てちょっと育成に手間取った結果、結局売り飛ばすことになりました。いやー、かわいそうに申し訳ねえ。なので今回はサイエンスのミッションを進めていこうと思います。はい、やっていきます。よし、じゃあまずメトリアカントサウルスを作ろう。よし、やっとミッション進めるな。じゃあ、タイガパターン。絵にしまして。で、攻撃力とかはいらんから。はい。そうだな。はい。ほい。一回こっち。うん、はい、よし、ガリビームス、これで 85% いくだろう。よし、メトリアカントサウルスのゲノムちょっと調整難しいぜ。じゃあメトリアカントサウルス作ります。よし、頼んだぞ。よし、じゃあガリミムスも作ろう。よし、ミッションが少し進むぞ。やっとか。はい、うん、よーし。あー、でもガリミムスってゲノム編集やってもそんなに評価上がらないんだな。ちょっともったいないな。じゃあこのまんまでいいや。はい、新しい恐竜のゲノム。じゃあガリミムスを4匹作りまーす。ここの子たちはどうかな。狭いとか言ってないかな。まあ今んとこ大丈夫だけど。よかった、協調性のあること。よかった。もうさっきのカマラサウルス来たらもうわがまま放題だからこの超広い檻どうすんだよマジで。よし、じゃあメトリアカントサウルス放ちます。はい、恐竜に心から信頼してもらいたい。しかもタイガパターン。彼女たちを自由にして好きなようにさせないといけない時がある。それが人間から見れば。おー、かっこいい。であってもそれがあいつらに必要なことだから。なんと、じゃあメトリアカントサウルスをあっちに運びます。マスクを受信。はいはい、さあガリミムス生まれたね。よし、はい、いらっしゃい。もう暗くて全く見えないさあどうだろうか。よし、あ、こいつは協調性あるやつだな、助かる。さあもう一匹放って、はーい、じゃあ同じように放っていくぞ。よし、じゃあ次はこっちにディノニクスを作りましょう。でゲノム編集は特になしにしよう。ちょっと金がかかりすぎる。はい、じゃあ作りまーす。さあガリミムスも放ちます。よし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 、そしてもう一匹のガリミムスも放つ。これでミッションガリミムス4匹放つはクリアだね。あとはカスモサウルスとディノニクス。さあ急いでカスモサウルスの化石を取りに行かないと。
はやらし接近中、マジか。要請を受信しました。はい、皆さんシェルターに入ってください、危険です。さあできればここにシェルターを作りたい、私も。どこかな、この辺でしょうか。まずい、嵐の毛を、来るぞ来るぞ、ここか。はい、皆さんシェルターに入ってください。はい、新しい完成したけどもパラサウロロックス、あー出たー竜巻。はい、施設に損傷、まずい、変電所も壊れた、まずいぞまずいぞ。レンジャーチーム急ぎ直せ、まずいまずい、変電所が壊れてる。いい、やばい、やばいぞやばいぞ。あ、どうだ、まだディノニクスは放ってない。はい、全シェルターオープン、よし。はい、皆さんシェルターに入ってください。はい、施設アップグレードに損傷、大丈夫かな。うわーやばい、これはレンジャー施設が無事なだけでマシか。はい、とりあえず直して直して、他のレンジャーチームは。よし、ここは大丈夫そうだな。あ、よかった。あ、でもこっちが恐竜たちが病気にかかってる。お前ら行ったんじゃなかったのか。リストに追加します。はい、オッケー、じゃあディノニクス放ちましょう。はい、はい、ディノニクスようこそ。これであとはカスモサウルスだけか。じゃあこっちはカスモサウルスを産む。よし、じゃあゲノム編集でいじったろ。さあできるだけ長生きさせたいから、うん、なんとか評価は上げたい。よし、うん、よし、全シェルターオープン、よし。じゃあシェルター、すべてのシェルター閉じよう。あれ、まじ逆か。よし、オッケーオッケー。あれ、直してないじゃない。あなたたち直してないじゃない。問題なし。面白そうなオファーが発生したわよ。しかも利益もある。ああ、学習能力組み換えを持つメトリアカウントサルト初。もうちょっと早かったらね。さあ、じゃあギフトショップもここに置きましょうか。よし、
これでお客さんたくさん金落としてくれるぞ。よし。そしてカスモサウルスが生まれたっていう方を聞きましたが、本当でしょうか。よし、カスモサウルス、いけー。カスモサウルスは初めてだね。うわー、強そうだなこいつ。トリケラトプスともトロサウルスとも違う。暗くて分かりにくいと思うけど、なんでこのステージ夜なのかな。さあどんな感じ。仲間が少ないって言ってる。さあ個体数はそこそこいいか。じゃあもう一匹作ってあげよう、急がないと。さあどうかな。うーん、カスモカサルスの心地よさがだんだん下がってく。あ、孵化失敗？はい、じゃあカスモサルス放とう。しまった、2匹目失敗か。さあもう1匹産みます。もしかしたらこのカスモサルスはノドサルスと同じスペースに置いた方がいいかもしれない。私たちが育てている恐竜は、よし、これでサイエンスのミッション次の段階に行く。彼らの福祉が基準に達しているか確認して。お、こりゃ最大級のチャレンジだぞ。この動物たちは隔離されていても感じ取るんだ、お互いがそこにいること。捕食恐竜とその餌食、片方は欲求不満を抱えて生活、もう片方は恐怖を抱えて生活。この爆弾がいつ火を吹くか。難しいな。じゃあこの、はい、あ、モノレールの駅を建設して電力を供給する。拒否。じゃあこのメトリアカントサウルスをこのディノニクスと同じところに放とう。さあ肉食恐竜は一緒に混ぜたけど草原が足りないって言ってんな。じゃあハゲさせまーす。どうだ、だけど他の子たちが森林ないって言うけど、ああ大丈夫か。じゃあある程度ハゲさせよう。よし、どうだ、機嫌直して、機嫌を直してください。で、ジノニスクは大丈夫か。よし、もうちょっとハゲさせる。はい、あー喧嘩しないで。はい、各恐竜の以下の欲求を満たせ。仲間、あーそうか、次はカスモサウルスを増やさないといけない。もうちょっと待てよ。あと1匹、あと1匹だ。そしてこっちはどうだ。あーでも共存してるわ。あーみんな散らばってく。よし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 、いいこと一つ知った、めっちゃ勉強になったこれ。いいぞ。じゃあなんだったらこっちにティラノサウルスとか置いてみてもいいんじゃないか。いや、ティラノサウルスはちょっと言い過ぎた、ごめんなさい。ごめんなさい。さあサイエンスのミッション、各恐竜の以下の欲求を満たせの森林と草原は満たした。あとは仲間だ。カスモサウルスがあと1匹生まれればサイエンスのミッションはクリアとなるでしょう。カマラサウルスにだいぶ振り回されたな今回は。もうこんなに余っちゃってるしね。どうしてくれどうしてくれるんだあいつ。さあもうすぐかな。
とりあえずじゃあ施設のアップグレードで、よしこれだな。はい、ハモンドクエスチョンラボ、はい、カスモサルタ放ちます。さあこれでサイエンスのミッションクリアになるか。頼んだ。なんだったらもう一匹作ってやってもいいんだぞ。病気に感染、なぜこんな時に、しかも3匹同時。はい、ミッション恐竜を全て治療せよ。あ、ほぼ最悪のケースだ。この病気は意図的なやつか。恐竜コミュニティの間で病気が広がってる。すぐに状況を把握しないといけない。この病気を蔓延させることでどれだけの投資家が激怒するかリマインドしましょうか。うぜー、うわ博士超うぜんですけど。私も角が3本ある恐竜か。今度はカスモサウルスだな。頭の上に穂のようなものが貼られている。体を守るには薄すぎるから交尾相手の気を引くために使ったと見られている。まあ、なるほど、交尾などこの島では起こり得ないことだと前のパークの時にも言われたんだがな。そう、このジュラシックワールドで生まれる恐竜は全部メスなので交尾で生まれることはないんですよ、恐竜が。だからこのハモンドクリエーションラボで生まれることでしか恐竜は増えないということなんですね。さあ早く直してあげて。とりあえず何の病気？トリボックス。ほう、あ、トリボックスだ。なんで恐竜なのに鳥の病気にかかるんかね。伝染病菌が入り込んだのかしら。止まらないわ。恐竜から鳥ボックスを駆逐する。また新しいミッション。一つじゃないんかい。どこだどこだ。あ、こ次は肉食か。はいはい、待て。リストに追加します。待ってろ。ゲートある？ゲートないね。しまった、私としたことが。そしてフェーダーもないと。はい、さあレンジャー、ゲートを作ったぞ。早く向かうのだ。そしてそのついでにフェーダーを補充しなさい。タスクを追加中。あ、こっちのフェーダーもないのか。でもこっちに恐竜はいないから。はい、さあこれでひとまず OK だろう。いや長い戦いだったぜ。じゃあとりあえず私は発電所を増やしましょうか。発電所中。でかいな。こんなにでかい発電所はいらないのだが。はい、ボイスメッセージ。はい、サイエンスミッション完了。ツンドラを利用可能。多分外見の遺伝子だね。一時はかなりひどい状態だったけど鎮火したみたいね。病気は抑えられたしパーク内に再発の兆候はない。やれやれ、よかった。鎮火したと言っているが火をつけたのは君だろ。え、そうなの。空気様、私の手を煩わせおって。よし、じゃあ次はね、他のエンターテインメントとセキュリティのミッションもやっていこう。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ぬぺんでした。さよなら。